デビー・クロケットのカヌー探検、ビーバー・ブラザーズのカヌー探検、インディアンカヌー、あるいはエクスプローラーカヌーは、世界のディズニーパークにあるアトラクション。デビー・クロケットのカヌー探検は、その名の通りカヌーに乗るアトラクション。ディズニーパークでは、唯一のゲストの力によって進むアトラクションであり、実際にゲストとキャストが人力でオールをこぐことにより、カヌーが進む。 アメリカの軍人、デビー・クロケットの名が付けられているが、アメリカ国外ではあまり馴染みがないため現在では違う名が付いている。フロンティアランドのインディアンビレッジ拡張に伴いオープンした。トム・ソーヤ島の周辺を囲むアメリカがを一周する、全長およそ700メートルのコースを進む。ファンタズミックの準備のため、他のアトラクションよりも早くに運営が終了するほか、 平日には運営されないことも多い。2016年には、スター・ウォーズのテーマランド建設のため、運営を休止していた。マジック・キングダムのオープンと同時にフロンティアランドにオープンした。カヌーのルートやライドは、カリフォルニア版と同じであった。1994年にクローズ。コース全長は、約700メートルで、環状のアメリカが多い一周する。運営時間は日没まで。 開園当時は、現在のクリッターカントリーにあるグランマサラのキッチン付近に乗降場所があり、デビークロケットのカヌー探検という名称だった。その後、クリッターカントリー建設の際に、トムソーヤ島内、トムの船着き場に乗降場所が変更され、1992年10月1日にクリッターカントリーが開業する際、名称を現在のものに変更した上で、 クリッターカントリーのアトラクションとして現在の場所にオープンする。アトラクションの名前にもなっている。ビーバーブラザーズはクローレンスとブリュースターという名前であり、乗り場の隣にあるオフィスを拠点にしているという物語がある。地下ピンヒルにダムを作ったのもこの兄弟。ディズニーランドパリのオープンと同時にフロンティアランドにオープンした。カヌーのルートやライドはカリフォルニア版と同じだったものの、 名称は、デビー・クロケットの名を仇さず、インディアンカヌーという名称であった。1994年にクローズ。上海ディズニーランドのオープンと同時にトレジャーコーブにオープンした。上海ディズニーランドには、アメリカ画が,が存在しないため、トレジャーコーブとアドベンチャーアイルにまたがったルートをめぐる。ありがとうございます。